ニルレフ続きからやっていくよ。調査パート。ハッピーエンドストーリーも意外と長かった。うん。やっぱ詰まってるこのゲームは。ってことで続きいきます。ここは、うわぁ。これヤギノスケだよ。これはヤギ子。え？名前知ってるん？うわぁわぁ、これ最新型のヒッツジだよ。かわいい。これ欲しかったんだよな。ヤギでしょ？羊飼いなのにヤギ好きな。ここには何もなさそうですね。次の部屋に行こうか。俺でもステファニー気になるんだけど。ステファニーだったっけ？他の部屋は特に何もなかったね。最後にこの部屋を探してみようか。了解。生はしご出てくるんじゃない？ジシェ。ただの鏡みたい。ジシェに会えないね。やっぱり何もない。何もない。生はしご俺見つけていいの？特に何もない。何もないな。お前は問題あるけどな。何もなし。あ、ほら来た。あれ、ベッドの下に何か。これは縄はしごだね。なんでこんな場所にあるんでしょうか。これ使ったら窓から出れるよね。そうだね。少し湿ってるし、もしかしたら何かの証拠かもしれない。一旦みんなと合流しよう。これはやばい証拠じゃない？こっちは特に手がかりと言えるものはなかった。おいおい、私が犯人じゃないってこともちゃんと伝えろよ。ちっ、凶器のナイフは銀でできていた。私銀とか触れないし、そもそもナイフなんて使う意味ないし、武器とか弱っちい人間が使うものだろ。おい道具屋、お前の方はどうだったんだ。おい無視すんな。喧嘩だ。仲悪いなこの二人。僕たちの方はこれぐらいかな。お前まで無視かよ。って何それ、縄はしご？縄はしごってさ、登り降りするとき怖そうだよね。だって絶対たわむじゃん。なんか想像すると怖い。あ、続きいきます。うん、ベッドの下に隠されるようにして置いてあったんだ。少し湿っているし、多分これを使って外に出たんじゃないかな。でもそれを使って外に出たのなら、なんで部屋の中にあったのかな。捨てちゃえばよかったのにね。多分大切なものだった。そんなわけ、縄はしご大切にするやつだいぶ歪んでるぞ性格。慌てていた。慌てていたんじゃないですか。慌てていた？誰かに見られそうになったとか。でもそうだとしたら、やっぱりこの中に。その可能性は高いね。そういえば道具屋、じいさんの部屋で面白いものを見つけたんだが、あ、来るよこれ、借金のやつ。お前じいさんに借金を断られたんだってな。それは、確かにそんなことがあったのは事実だよ。今日もそのことでここに来たんじゃないのか。だが断られ、そして殺した。な、じいさんのあの性格だ。きっと口汚く罵られたことだろう。そのくらいのことで僕が人を殺すわけないだろ。人狼と一緒にいるんだ。そんなこと信じられるか。人狼が人を殺していることを知っているのに、それを黙認している。そうだな。お前も人殺しだろ。てめえ、やめろ花屋。僕はもう君に他の人を殺させたくはない。でも、大丈夫だよ。僕たちは殺してなんかいないんだ。道具屋さんはおじいさんを殺していないと思います。何？だって、動機がない、時間がない、凶器がない。これどちらの？時間がないでいいかな。時間がない。おじいさんを殺す時間がありません。この屋敷に来たのは道具屋が最初だ。俺が来るまでに十分時間はある。あちゃあ、じゃなくて、じゃあ動機がない。動機がありません。いや、動機はあるけどな。これダメだね。ガキ話を聞いていたのか。やばい、ガキ呼ばわり。一時は愛人にまでなったのに、凶器がない。おじいさんを殺すための凶器がありません。花屋ちゃんがいるから銀のナイフなんて絶対持ち歩くわけないもんな。何を言っている？人狼と一緒にいるんだ。銀製のナイフぐらい護身のために持つだろう。私だったらそうしますけど、でも道具屋さんと花屋さんは婚約されてて。くだらない。そんなことが理由になるか。でも、それでも。でも確かに僕が見る限り、本当に二人は仲良さそうで、羨ましかったよ。道具屋が花屋さんのことを信じられずに銀のナイフを持っていたとか考えられないかな。むしろ花屋さんのために家中の銀製品を捨てそうだよ。確かに。あ、そういえば一個もないな。どうして？羊飼いの言う通りだよ。ラブだな。うわ、マジかよ。おい、イチャつくなお前ら。それより凶器が銀だったんです。それなら狩人さんが持ってるんじゃないですか。あはは、追い詰められた。だって狩人さんがさっき、今回の仕事はお前を殺すことって言ってたので、なら持っててもおかしくないですよねって。あれ？どうしました？
俺を疑っているのか？え？いえ、そういうわけじゃないですが、そう思ったってだけで。でも確かに持ってますよね。確かに持っている。じゃあ見せてもらえますか？人狼を殺すための道具を人狼がいる前で見せろだと？この人、あれだね、頭の回転早いね。よくもまあこんな言い訳が思いつくもんだよ。じゃあ花屋さんには目を閉じてもらってて。いいじゃん、私も見たいんだけど。ふざけるな。あれ、見せれないの？ナイフにさ、ナンバー2って書いてあったじゃん。私目がいいから見えたんだけどさ、あれってやっぱ投資番号ってやつ。これまずいね。花屋、それは本当かい？お前が一番知ってるだろう、人狼嘘つかない。いや、人狼は嘘つきだよ。続けやろう。カリウド君、やっぱり君の荷物見せてもらう必要があるみたいだね。見せられないのであれば。くそ、きゃ、ああ人質になったよこれ。赤ずきんちゃん、カリウド君やめるんだ。動くな、動くとこいつを殺す。カリウドさん、黙ってろガキ、余計なことをベラベラと喋りやがって。お前たちそのまま下がれ。歩け。はい。おい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 、逃げる気か？中庭から逃げる気なのか？あれ、何面白いことしてんの？動くなと言ったはずだ。え、だって私その子が死んでも別にいいし。とんでもない敵が出てきたね。え、お前ずーっと道具屋にじいさん殺しをなすりつけようとしてたよな。やめるんだ花屋。いやいや、あいつは殺していいでしょ、あの子はその犠牲ってやつ。おいおい、やめろ。それでもまあいいや、とりあえずやっちゃおうか。笑顔可愛いけど。ちっ、お、逃がした。おっと、ちょっと邪魔。ええー、赤ずきんちゃん危なかったよ、怖かったよ。私の左に隣にいるやつも怖いんだけど、羊飼いってやつなんだけどさ。大丈夫ですか？はい。あ、撃たれた。私たちも行きましょう。でも私は大丈夫ですから。まあ最終的に山菜鳥ちゃんとは仲良くなれそうだよね。うん、他の人とは仲良くなれなそうだね。どうなったこれ。花屋、あれ、お前ら来たの？大丈夫かい？当たり前だろ、君が無事でよかったよ。それよりさ、偉くない？お前が殺すなって言ったからさ、殺してないの。うん、偉い。可愛いワンちゃんだ。だろう。人狼を殺すためには不意打ちだろ。あ、これ、どうなんの？あ、道具屋？カリウド、てめえ殺すな。人狼は、俺が。父さん、母さん。あ、そういうこと？親を殺されて憎んでるってことか。花屋さんは、カリウドさんを殺しはしなかった。道具屋がそう言ったから。そう言って、悲しそうな顔をした。その後、羊飼いさんに村の警備隊を呼んでもらって。いい？村の警備隊の人を連れてくるんだよ。え、羊、有能すぎん？じゃあよろしく。言っちゃった。大丈夫なんですか？大丈夫だよ。はあ。その後、警備隊の方々に様々なことを聞かれた後、私たちは自分たちの村へと戻ることとなった。花屋さんが人狼だということは秘密にして。あら、共犯者だこれ。ああ、毒屋生きてたんだ、よかったな。ああ、みんな生きてるね。じゃあ僕たちはここで。もう会うこともねえだろうけどな。おい、その顔で口を変わってんぞ。やっぱりその見た目でその話し方は似合いませんね。仕方ないだろう、こっちは素なんだよ。はあ。でも道具屋さんもひどい怪我じゃなくて本当に良かったです。運が良かったみたいだね。まだ死んじゃダメだって言われた気がするよ。そうだ、死なれてたまるか。これからお二人はどうするんですか？とりあえず二人だけで過ごせる場所を探すよ。これから大変だろうけど頑張ってね。あ、住むところが決まったら絶対手紙出してよ。僕自慢のミルクを持ってってあげるから。おう、ありがとう。それじゃ、じゃあな。ラブラブだね。この二人どうすんの？この二人大丈夫？関係絶対だからね、忘れないでよ。では私もここで。私村に戻ったらお手紙出しますね。あー、うん、この二人は仲良くなる。ありがとうございます。私の村にも遊びに来てください。はい、それでは。あー、山菜鳥ちゃん、僕村まで送ってくよ。行くの？ああ、そういえば羊飼いさんに言わなければいけないことがありました。何何？
なぜ私の火傷のことを知っていたのですか？目が怖い。最近私の家に変な届こ、待て、変な手紙が届くのですが。な、何のこと？無理があるぞお前。羊飼いさん？気持ち悪いです。振られた！あ、あ、ありがとうございます。いや、お前すげえな。性格歪んでるやつしかいねえわ。え？それでは私はここで。あ、待って。送るってば山菜取りちゃん。ド M まで持ってやがった。ハッピーエンドか？山菜取りさん、頑張って。よし、私も帰ろう。お母さん心配してるだろうし。おばあちゃんにも一声かけといたら。あ、結局おばあちゃん家行ってない。まあ、そうなっちゃうよね。おばあちゃんも絶対心配してるよ。あ、終わった。ハッピーエンドだったね。ちょっと予想外の展開だったわ。羊飼いがまさかド M 要素まで持ってると思わなかったね。ストーカーにド M だぜ。すげえわ。あ、あ、みんな帰っちゃった。あ、カリュウだ。あ、行っちゃった。お、あれ？カリュウ追っかけたよ。お、ジシェだ。かわいいね、このパターンのジシェも。アルネの事件簿のジシェとはまた違うパターン。仲良くする？お話する？え、え、なにこれ、なにこれ。あ、あれか。赤ずきんちゃんが殺してしまった後、ジシェに助けを求めたってことなのかな。で、ジシェは赤ずきんにいい夢を見させて、アカリオドルーズになってる。あ、あれから3年が経った。これは、サンサイトルさんの手紙では最近男の人に告白されたそうだ。あ、みんな生きてるルートだ。でも数日後にビクビクしながらなかったことにしてくれと言われたらしい。おい、羊飼いマジ。私は羊飼いさんが何かしたと思っている。相変わらずだ。だね。そんな羊飼いさんは私の村にもミルクを運んでくれるようになった。どういう顔で見ればいいんだよ。道具屋さんと花屋さんとは、あれから連絡がついていないらしい。あ、どうなったんだろうな、あの二人。でもきっと元気でやってるよ、と笑顔で言っていた。今日も雨が降っている。行ってきます。私はお母さんに見送られて、おばあちゃんの家へと向かった。あ、かわいい。あ。カリウドじゃない？いるね。これは大丈夫？信用していいの？イフエンド、カリウド、ルーズ？え、やっぱりそういう感じになっちゃうの？このゲーム。お、ちょっとさねえ、やられたんじゃない？これ。ルーズってハテナだったもんね。反撃してきたのか。よくもやってくれたなってことなのかな。なんかいろいろ後味の悪い最終回だったね。はい。ってことで、リリーフ、今回でここまでとさせていただきます。楽しかったね。うん。なんか最初15分とかで終わるゲームなのかなとか思ったけど、だいぶパート伸びたわ。それでは、シアンでした。またね。